京都丹後地方のですね、宮というところのですね、竹野神社、先ほど行ってまいりまして、そこに五木の宮があるところから250メーターほど来たところにですね、この丹後地方最大級のこの史跡、神明山古墳、史跡神明山古墳というところに来てます。もうこう右へこう振っていただくとですね、この向こうに縦岩のあるですね、丹後の、有名な場所に、まあ、なるんでございますね。そこに、聖徳太子と橋戸皇后の母子像が、ございます。そこからこう山手の方へちょっと入っていただきますとですね、先ほどの鷹野神社があって、そこから歩いてくるとですね、ここにこの丹後地方最大級の古墳、これまあ見ていただくとこうあるので、ここに説明書きがございましてね、ここに詳しくこれちょっと書いておりますので、ここがこう縦岩ですね、鷹野遺跡、弥生時代の遺跡ですね、そして大成古墳群13基の横穴式石室が見つかっているということで、ちょっと近づいていただいてね、ワイドの玉のままでね、で竹の城跡で、ここにですね、史跡神明山古墳と、竹野川河口に築かれた大型の前方後円墳で、墳丘の規模は全長190メートル、後円部が計129メートル、高さ27メートル、前方部が78メートル、墳丘は三段築城という珍しいですね、吹石があってですね、埴輪を、出ているということでございますね。それくびれ部に円形の作り出しを持つと、いうことでございましてね、埋設施設は水星岩からなる縦穴式石室だと推定される。出土遺物としては、滑石製の壺、粒をかたどった石製、模造品や家型、それから絹笠等の継承埴輪、絹笠の継承埴輪や円筒埴輪、壺、高槻、木台、弾きがあって、埴輪編には船を漕ぐ人物、ちょうどこの、あの丹後地方なんでね、日本海面してますんで、宣告が記されていると、埴輪編にはね、船を漕ぐ。この古墳の築造は古墳時代前期末、中期初頭だと言われていると。こういう末期が、まあ、見つかったと。それにですね、ここにあるように、銅鏡ですね、鏡筒と銅鏡がですね、ここの190メートルの古墳から見つかった。日本海最短距離前方後円墳、神明山古墳になるんですね。で、鏡塚から出土したものだと、平安時代後期のものだということが書かれておりますですね。こういう青銅器ですね、いうことでございます。とにかく丹後町最大級のものでございましてね、この、鷹野神社がですね、古事記による、竹の姫と深く、まあ関わっているということでございますですね。で、由緒書きとしてですね、ここにその祭神として彦今津の主の御事が あってですね、この彦今津の御事が京田辺の近くにある松葉大塚山古墳の視聴者が、彦今津の御事になりますのでね、まあ、そこなんかの三角淵真珠橋なんかと、まあ、深く、まあ、この丹後のところが、まあ、関わっていると、見ていますし、で、その他ですね、谷派の丘、湯郡というのもありますね。第9代開化天皇のお妃となり、年老いて郷里に帰り、天照総御神を祭したのに始まると伝えられていますと、古事記日本書紀にはですね、和歌山と猫大広の御事と、開化天皇ですね、それから春日の伊佐川の宮にいまします、天皇と、谷和の大あがたの主と、鷹の姫を召して産ませる御子彦湯結びの御事が書かれていると、まあいうことでですね、そういうことが分かってまいりました。非常に重要なこの鷹の姫ですね、五木の宮、そういうようなものがここに、まあ、あるということでございますね。彦今津の御子、それから鷹の姫の御子と、竹豊はずらわ家の御子がこの、鷹の神社に祀られてて、天照総御神であるということで、
この彦今須の御事というのは、あの山城町にございます椿大塚山古墳、それの、被葬者だと言われているのとこう、つながりがあったと、深いつながりがあったということが、まあ、分かってきたということでございますね。はい、ここ風光明媚なですね、日本海に面したこの、前方後円墳になるのかな、ちょっとその辺がわからないんですけど、この前方部のその高さがですね27メーターあるということですんでね、で全部でこう190メーター、墳丘がですね190メーターなんで、結構これ大きいですね。丹後地方最大級の、まあ、古墳であるということが分かりました。最大級の古墳、史跡の、神明山古墳、神明山古墳、神の明るい山の古墳ということが分かりました。以上でございます。はい、これで終わりします。はい。